ゆうべペプラです。信長の野望大使パワーアップケース、さあ始まりました。足利義典プレイで始めます。てなわけでね、これからね九州を取りたいなと思います。ではね、どんどん行きますかね。終わりか、口ほどにもないの。参るぞ。なかなかね、出陣します。島津にはね優秀な武将が揃っているのでね、これちょっと怖いな。まあバンバンやってみましょうかね。でも順調にね城を落とせてますね。出陣する。どこかでね、わしらの勝ちを、勝ちどきじゃ。参るぞ。これは意外と順調ですね。ちょっと予想外ですね。あんなオープニング作ったのがちょっと恥ずかしいぐらいですね。あれ、ちょっと待てよ、嫌な予感がするな。あれ、今回で終わっちゃうかな。稲葉正成さんですね。優秀な部長ですね。これより表情を始める。これにて表情を終える。ちょうどね、島津をね、西南戦争のね最後側とね、見なして、やっていますがね、タバル坂の戦いみたいなのが起きたらちょっと怖いですね。でもね、意外とちょっと計算外ですね。ちょっと順調に行き過ぎちゃってるかな。順調に行き過ぎちゃってるっていうのもちょっとね。どうなんだっていう話ですけどね。まあ順調に行くのはいいんですが、どこかでねまた落とし穴があると怖いですよね。気は抜けないですね。かしこまった。かしこまりました。あ、ちょっと待てよ。これは。かしこまりました。漁村をね。かしこまりました。宿場町に変えて、あとはね。あとは武芸塾と。かしこまった。傭兵のね。傭兵塾を建ててね、やればいいかなと。で兵士をねちょっと整えて、思いのほか、かしこまりました。また落とし穴がね、落とし穴、かしこまりました。落とし穴って考えると、ありそうなのがそろそろ長宗壁と和議が切れるね、講和したのが切れるんじゃないかな。いきなりね長宗壁が四国の方で暴れられるとちょっと怖いですね。こっから思いっきりね
兵士を持ってきちゃってるんですよね。あーちょっとな、四国だと佐竹の部隊が四国だよな。確かそうですよね。ああそうですね、うん、この部隊をねこの鍋城を落としたら一度戻しましょうかね。うん、敵が我が領内に向かっております。うわ早速ですね。うわ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 、これはあ、政宗がいるのか。ちょっと参ったな。黒瀬城と、うん、臼杵城あたりから来れるかな。臼杵城から来れるか。ですね。30日か。ちょっとまずいぞこれは。臼杵城と府内城ですかね。うん、ここら辺から来させるしかないですね。うわ参ったなこれは。これをねちょっと兵を分けましょうかね。あとこちらもね、船井館の方も分けた方が良さそうですね。うわうわ予想外なことがやっぱり起きたな。これでねなんとか対応してみましょうかね。我に続け。曽根城とかだと間に合いませんからね。受け入れよ。信長が作る新しき世。無念。投降しない武将は切るというね、ことでやっていますね。で人吉城にね俺に続け攻めると、あ集結地点間違えましたね。変えられるかな、合流地点をこちらに。我に続け。ああ変えられましたね。ちょっと困ったなこれは。なんとか耐えてほしいですね。我らの勝ちよ。よし鍋城落としましたね。でこれで一旦ねこの舞台は、解散させましょうかね。志果たさずして賞は終えられぬな。うわ、大除城はね籠城して耐えてくれと。
志果たさずしてショーは終えられぬな。我が領内に敵が迫っております。ええ、ちょっと待て。えうーわ、こちらに集まってね、なんとかするしかないですよね。うん、大盛りだとか、少ない兵のところはね、ここら辺は帰らせてね。まあこの舞台でね、あ、徳山の城もね帰らせて、ここは上限兵士がまあ5000でいいかな。うん、後に続け。この舞台でね、戦う姿勢を見せてみましょうかね。うーわ、ちょっとまずいぞ。中津をね、中津落としてやりましょうかね。こちらもね、やられてばかりじゃねいけませんからね。清須城などからも出してみましょうかね。のんきに歌ってるね場合じゃなかったですね。ちょっとまずいぞこれは。皆さん続いてください。まあ、あとは平戸ですね。まあちょっと敵のね、出方を伺ってみましょうかね。肥前鹿島、大村城と、大村城、あ、ここですね。寝返りとね。よし、これでねすぐ落ちるんじゃないかと。志果たさずして将は終えられぬな。これでね大村を落としましたね。種ヶ島さんね、有馬春信さんがね、投降しないのでね。無念。参るぞ。これでね日の上を落として進め。日の上じゃないな、先に参るぞ。この高城城をね落とさないといけないですね。うーわうーわ、あとここに寝返りがいましたよね。うわ、間に合ってくれ。
よし、宗春公がね、間に合いますかね。よし、間に合いましたね。危ない。綱渡りですね。うーわー、敵強いですよ。どうしましょうかね。見張りをね置いて、で、あとはドラ台ですね。あ、ドラ台が置けるのがここだったですね。で、見張りを置いてね、あとは罠ですかね。奈落をねちょっと仕掛けてやりましょう。こういう形でね、で、まずこちらをねなんとかしましょうかね。する形でね。ゲチュ、ゲチュ始めるぞ。なんでこんなところに、なんでこんなところに爆雷を仕掛けるかなっていうね。ご命令ください。なんか不思議ですよね。よし。油断しました。おとりですね。おとり挑発でね、ああいう作戦をね取ってきましたね。まあ、あの部隊はね潰してしまえばこちらのものですからね。で、あとはいや、始めるぞ。わざとね、清水宗春でね、こう覆いかぶさるようにね、行ってみましょうかね。で、村松さんがね、ちょっと体勢が悪いですね。やりたい。よしよし。覚悟しろ。攻め込め。今は守るぞ。やりたい。前へ始めるぞ。敵の居所知れました。やりたい。前へ。よし、覚悟しろ。このね、高橋ね、前へ、まあ、彼は立花くんですね。始めるぞ。ご命令ください。我らの勝ち。後の立花君はね、ちょっとほっときましょう。容赦はするぞ。覚悟はいいですか。今は守るぞ。これほどと。敵の居所知れました。よし。やりたい。前。私の命。また括弧撃破してね。覚悟しろ。覚悟せよ。今は引こう。ちょっとね、長宗我部さんにね、これで戦いを挑んで、
よしよし。我が命に従え。よし、やっつけましたね。うん。かかれ。危ない危ない。志果たすまで、うん、決して負けはせぬ。でね、ええ、投降しない部署は切ると。無念だ。で、この舞台に、ああ、どうしようかな。参ります。進みます。これでね、ええ。で、宗春の舞台は戻らせてね。あとは騎乗した舞台でどんどん落としてやりましょうかね。うん。ではね、戦場で死ねぬか、うん、戦場で死ねぬか、志。うわ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 、なんかえ、えらい勢いで、寿命で亡くなってますね。ではね、いきなり、長宗壁にね、講和をね。破られたということでね、もうこのね、士族反乱にね立ち向かっていこうかなと思いますね。では今回はここまでにして、次にね士族反乱をガシガシ潰していくということでねやっていきたいなと思いますね。では今回はここまでにして、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。ではまた。